ミマミのインフォメーションコーナー。今マミはこちら帝国ホテルで行われている王立宇宙軍リー国の翼の制作発表記者会見場に来ています。それでは記者会見の模様をご覧ください。今回この王立宇宙軍には坂本龍一さんが音楽監督を引き受けてくださいました。異世界の、話なので音楽も、現在世の中でループされて聴ける音楽とはちょっと違う異世界の音楽ができたらいいなと思っています。それはまあ具体的に言うと歴史上のいろんな音楽とかそれから地理的ないろんな国のいろんな場所の音楽が、変な風にミックスされた、まだ聞いたことない不思議な音楽ができたらいいなと思っています。世界観というかどういう方針の世界で作っていくかというところで結局その最初の2年なり何なりが費やされてしまったわけで、まあ仕方ないというか結構効率よく作ったつもりなんですけど、まあそれだけなんて言いましょうか、まあ深みのあるというか、なんというかこうなんて言いますかね、異世界なんかこう作っちゃうとどうしてもこう薄っぺらになっちゃうところをどうにかこうにかこの2年間が支えてくれてればいいなというような期待をしてるんですけど、そこに出てくるキャラクターというのは、やはりそのモンスターとかそういうもんではなくていわゆる普通の実在する、身の回りにいるようなキャラクターということで、その定義で作りました。子供から割とおじいさんまで、結構アニメーションの中では大勢の人間が出てくる作品ですけども、一人一人に、別々の、実在感のあるその、説得力のあるその、人格をつけまして、デザインしたつもりです。